生命機能科学研究室を主催している吉田幸子です。私たちは発達神経毒性の作用機序を研究しています。発達障害の中には、胎児期のストレスや化学物質、栄養状態によって引き起こされるものがあります。どのような物質によるどのような変化が発達障害を引き起こすのか、私たちは研究しています。胎児期の化学物質の投与によって、神経細胞の数や形が大きく変化します。これを AI を用いて定量化する研究も進めています。これらの発達障害を引き起こす化学物質は、遺伝子の働き方を書き換え、その結果として神経の活動を変えてしまうのだろうと考えられています。神経の活動やその活動の異常は全身の免疫状態と深く関わっています。脳は本来免疫やホルモンを制御する器官だったからです。神経活動に問題が生じると免疫系が変化し、腸内の細菌のバランスが変化することで、腸内細菌の数や種類が変化することが知られており、これが神経活動に影響することを研究しています。免疫細胞の過剰な活性化は、神経回路異常、うつ、不安神経症といった病気を誘発します。さらに、近年のコロナウイルス感染による病状変化にも直結しています。脳の中の免疫細胞、ミクログリアの活動から動物の個体の行動まで研究室では観察しています。また、超音波の反射を用いて細胞の活動や細胞の内部状態の研究を進めています。例えば、皮膚の健康に関わるコラーゲンの分泌を直接可視化することができます。また、脳の免疫細胞の状態を生きた細胞の中で観察することで、免疫細胞が活性化するとどうなるか、あるいは安定な状態だとどのように動くかといったことを調べています。こういった培養細胞を用いた研究は、新しい技術の開発にも、あるいは人の研究にも貢献することができると考えています。